佐世保自由工業株式会社は、長崎県佐世保市に主要拠点を置く重工業を制業とする企業。名村造船所の完全子会社。通称は SSK。設立当初の社名である佐世保船舶工業の頭文字である。縦上町一帯に造船工場や機械工場等が立地している。1946年に、 旧日本海軍の佐世保海軍交渉の土地や設備を受け継ぐ形で設立された。主な業種は、船舶、艦艇の建造及び改造、修理。佐世保市に基地を持つ、海上自衛隊やアメリカ海軍の艦艇の保守、修理なども手掛ける。その他には、船舶用機械製造、化学工業機械製造、炭造品製造などを行っている。白クランクシャフトにおいては、 トップシェアの神戸製鋼所には及ばないものの、国内における主要メーカーの一角を占めている。敷地内の設備のうち、第4岸壁にある250トンクレーンは1913年にイギリスから導入されたもので現在も使用されている。このクレーンはかつては戦艦、武蔵の偽装工事にも使用された。第4ドックは大和・武蔵の整備のために、 極秘裏に改作した海軍交渉第7ドックのことだが、春工前の武蔵が一度使用しただけに終わった。このドックが生かされたのは、終戦直後が最初で、航空母艦、巡洋、息吹、笠木の三隻をすべて収納した上で解体した。さらに下って1962年、井出光港産から受注した13万トンタンカー、日照丸三世の建造に用いられた。 なお、第二ドックは、米海軍及び海上自衛隊の共同使用施設として提供されており、SSK が独自に商業的に使用することはできない。また、海軍交渉時代のレンガ作りの建造物が数多く現存しており、現在も工場の施設として使用されている。その反面で、旧来の設備が多く、校内レイアウトも制約が多いことは、 国内外の新しい造船所に比べて生産性、コスト競争力が劣ることにつながり、その改善は常に課題となってきた。また、度重なる合理化による人材流出、設備更新の遅れ等を背景として、2010年代後期には、海外選手発注船舶の高機能、高品質要求等への対応が困難となり、著しい納期遅延をきたす等の混乱も生じた。 2010年までは、橋梁等を制作する、鉄鋼部門もあり、郊外の白竹地区に工場を置いていた。しかし、同年の鉄鋼事業からの撤退により、白竹工場は閉鎖、解体され、2012年に跡地をイオン九州へ売却した。現在、跡地はイオン、佐世保白竹ショッピングセンターと、株式会社サニクリーン九州佐世保営業所となっている。 ベンチャー企業の西日本流体技研は同社よりスピンアウトした技術者集団であり、城下町、佐世保よりたった7名で独立した彼らの冒険は小説にもなった。佐世保自由工業株式会社公式サイト掲載、工場案内より、佐世保市は機関産業として佐世保重工業に大きく依存してきた。佐世保重工業の収益は、 させぼしの歳入に大きく影響することから、口述する、クルシマドックによる、再検索や、原子力船、物受け入れなどを行政主導で推進している。1959年、させぼしは初めて名誉市民表彰を行ったが、香港の海運会社、東方海外過密公運行師の東洋市、久保社長であった。長らく姿勢を執行した、中田翔介や、 佐世保市に縁がある大義士の北村徳太郎、山口菊一郎を差し置いての授与である。昭和30年代序盤、倒産の危機にあった佐世保重工業に、当は大型貨物船、オリエンタルジャイアントを発注した。オリエンタルジャイアントの受注によって、佐世保重工業は約束手形の発行を回避し、会社存続に成功した。この貢献により、 佐世保市は党を最優先して名誉市民を授与したのである。佐世保市初の教学私立高校である西海学園高等学校は1925年の創立以来造船課を設置していた。創立者の菅沼修二郎海軍退役少将は佐世保海軍交渉の行為を要請することも見学の目的としていた。西海学園造船課が歴史を終えるのは クルシマドック参加となった1980年である。佐世保重工業の雇用力は大きく、最盛期には通勤ルートの SSK バイパスが通勤者の車列で渋滞することもあった。近郊の人口も佐世保重工業の経営状態に大きく左右される。1958年には私立琴平小学校の収容力が限界に達したため、 私立三船小学校の新設が行われた。しかし、佐世保重工業の経営は悪化し、近郊の人口も減少に転じた。1994年、琴平小学校は閉校となり、三船小学校に統合された上近、平小学校へと改名した。オイルショックになると、大型船の受注が途絶えてしまい SSK の経営は、破綻寸前まで追い詰められた。 このため当時の辻十三、佐世保市長は国に救済策を要求、福田武雄首相、長野茂雄日商会頭や、メーンバンクの日本工業銀行、池浦喜三郎と取りの要請で、坪内俊夫が率いる苦島ドックグループに経営再建を委ねた。徹底したコスト管理や火星の廃止、ボーナス凍結など、坪内の経営再建策は労働現場の波紋を呼び、 労使協調路線を取っていた労働組合ですら、不当労働行為を訴えるまで反発した。さらに、クルシマドックグループ入りの経緯や1978年から1982年に実施した原子力専物の原子炉の遮蔽改修工事など、時として政治的な工作を労するなど、制御癒着として批判されることも多く、桜田武氏は、 一企業を政治的な工作で再建するなど、発展途上国の成長のすることとまで言い切った。一方で、SSK のライトグループ入り前後の模様を描いた、太陽を掴む男を表した、高杉良が指摘する様に、という一面もあり、壺内を一方的に批判することはできないという意見も多い。何はともあれ、一企業に支えられた、 地域経済の脆弱性が露となった事件であった。その後1984年には、復配を果たすなど、苦島グループ参加で経営再建を果たした SSK だったが、1986年からの円高不況でライトドックグループ本体も経営不振に陥り、SSK は同グループを離脱した。2002年3月、下請け業者から起こされた。 民事訴訟の過程で SSK が下請け業者から出向者を受け入れたように見せかけて国の中高年労働移動支援特別助成金を不正に受給していたとの疑惑が浮上。当時の姫野優文社長はすぐに疑惑を全面否定したが新たな疑惑が次々と報道されたため否定会見から10日後の3月12日に一転して会社ぐるみの不正だったと認めた。 4月には、経営陣が一審された。その後も SSK が様々な補助金を不正受給していた疑惑が浮上し、長崎県警も強制捜査に着手。6月、訓練給付金を騙し取ったとして姫野前社長ら7人が、詐欺容疑で逮捕された。一審では、姫野前社長らが99から00に512人分、契約3億7700万円を不正に、 受給したと認定され、有罪判決を受けた。一方、疑惑の発端となった、中高年労働移動支援特別助成金の不正受給問題では、手続き上、給付申請したのが、下請業者であったため、被害者に当たる独立行政法人雇用、能力開発機構は2005年2月、下請11社に、総額約6億7000円の返還を求めて、提訴した。 下請け業者側は、姫野前社長の指示にやむなく従っただけとして、SSK に保証を求めているが、2006年末段階で問題は解決していない。2008年当時、韓国が世界最大の造船国になっており日本は2位、3位が中国で、受注山では日本は中国に追い抜かれており、 中国では造船所ができる前から受注して、頭金を造船所建設の資金に充てるほどの拡大路線を取っていたが、週刊エコノミストの取材に対し、社長の森島栄一は、拡大路線は取らないと言明した。2014年5月23日、名村造船所は、佐世保重工業を、株式交換方式で完全公会社化すると発表した。春光ベースでは、 今治造船、ジャパンマリンユナイテッドに次いで国内造船業界3位となる。10月1日に株式交換が行われ、佐世保重工業は名村造船所の完全子会社となり、9月26日付で上場は廃止された。佐世保重工業の新造船事業は国内外の新鋭造船所に比較してコスト競争力が大きく劣り、その改善が急務であった。 2020年4月からは、親会社の名村造船所の支援により、新造船の船体平行部ブロックの製作を、コスト競争力の高い同社イマリ事業所へ委託することとするなど、同事業所との運営一体化を進め、競争力の強化を図っていた。しかしながら、2010年代以降の中国、韓国系造船企業の構成激化、世界的な船舶化上等に加え、 2020年には新型コロナウイルス感染症蔓延による世界的な経済活動の低迷から心臓船発注量、線化とも大幅に下落するなど事業環境が急速に悪化し、佐世保重工業の心臓船事業のコスト競争力を短期的に改善させることは困難な状況に至った。このため佐世保重工業は2021年2月12日に 新造船事業を2022年1月で休止することを発表した。佐世保自由工業は、以後は、海上自衛隊、在日米海軍の艦艇や、LNG 運搬船等の特殊船の修繕事業を経営の中心とするとしている。また、親会社の名村造船所は、新造船事業休止後の佐世保自由工業について、 今後グループで建造する LNG 燃料船等の新燃料適合船の偽装等に補完的に活用していく考えを示した。ありがとうございます。